皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。今日は今大阪にいます。で、大阪は本当にね、面白い場所がたくさんあるんですけど、今私は天王寺というエリアの近くですね、はい、西成という地域にいます。で、今日は私の泊まるホステル、ゲストハウスを紹介したいと思います。本当に面白いゲストハウスで、ちょっとね、日本のゲストハウスじゃないみたいですね。なんか本当に面白いです。だからちょっと、それを皆さんに見せられたらなと思います。ここです。見えますか？はい、なんかちょっとゲストハウスじゃないみたいですよね。はい、ちょっと入り口に入ります。はい、入り口はもうこんな感じですよ。なんか中古屋のお店みたいです。そう、ここに売っているものは、なんか地元の人が寄付してくれたものをここで売っているみたいです。で、ここで売った収益をこの宿の、まあ、運営に回しているみたいですね。はい、もう今ちょっと入りました。すごい、見てくださいね。天井にもたくさん日本語なんか習字かながあります。すごい。はい、で、ここはカフェみたいですね。カフェになってますね。なんかすごい昔の日本のバーみたいですねすごい面白い。で、このデザ、あの家のやっぱ建物のデザインは本当に面白いですね。すごい、私も最初入った時にちょっとびっくりしました。すごい、もういろいろ、まあ、このホステルの中を紹介してもらったんですけど、いや、もう全部がなんかすごいアートですね。これは冷蔵庫かな。で、まあ、ここで料理したいときは簡単な料理を作ることができます。はーい、おー、すごい。はい、そうですね、今日はチェックインをさっきしました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。なんか、このここにあるもの、これってどんな、どんな感じなんですか、これは。ですね、まあ、バザー、これ売約済みって書いてあるのは、はいはいはい、つい最近来た人が、はいはい、買ってくって言って売約済みになったんですけど、へ、それはまあ普通にバザーのものなんですけど、はいはいはい、これとか、これ、うん、これはこれですか。そうですね、これね、もともとアル中だったはいはいはい、おっちゃんがですね、はい、石鹸を飲まずに、いられるようにということでですね、はいはいはい、午前中は図書館に行くことを決めてですね、図書館でこのからくりを作ることを覚えて、もう60後半から始めたそうですが、こういうのは作れるようになったわけですね。すごい、面白い、すごいですね。で、酔いどれの通天閣なんですけど、うん、これは実はですね、ちょっともう今修理が必要なぐらい動きが実は悪くなっちゃってて、うん、今栃木だったかな、はい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 、に展覧会で、ほとんどの作品が今もう、持ってかれちゃってます。なるほど。インターネットとかでね、見ていただいた方がその完成品とか見たりするんですけど、面白い。でもこれ本当の朝日の缶ビール、そうですね、全部を使ってますよね。全部。あ、このデザイン。この辺は針金ですけど、基本的にはスーパードライを使って。すごい、もうね、そうですね。この本当この人も天才ですね。からくり博士と呼ばれている人でね。これ、じゃあこれを作った
人も、彼も今は今もここの近くに住んでる地元の方ですか、はい、この辺のおっちゃんですね。この辺のおっちゃん元気に酒を飲んでわーっと騒いで帰ってきます。すごい面白い。なんかそう、今ここいるここのエリアはなんか少し前に私がいた場所と全然違う雰囲気で、なんか面白いですよ。はいはい、よかったらこれもね、これもあのこれはあのまた別の高木さんっていう、あのもともとショベルカーとかを運転してたおっちゃんなんですけど、あのスーパー玉出ってこの近くにあるスーパー、はい、すごい派手なスーパーがあるんですよ。そのスーパー玉出のチラシをこうちっちゃくあの小寄りにしてこういうのを作るようになった人に、すごい持ってきてくれるんですね。なんかその才能に溢れてますね。そうですね。こんじゃスーパーのチラシでこんな、そうすごい細かいですね。よく作れますねこんなの。アイディアがすごいですねやっぱり。なんかだからそのからくり博士もっといろんなおもちゃ作る人なんで、いろんなこういうのだけじゃなくて、でもなんかここの街全体がちょっと自由な雰囲気というか、その雰囲気がなんかこういうなんかちょっとアーティスティックなのを生んでるのかもしれませんね。まあ眠れる才能みたいなのがあるでしょうね。へえ、そうですね。ちょっと中行ってもいいですか。すごい面白いですよね皆さん。ここはなんかキッチンで、ここのスタッフの人がなんか晩ご飯と昼ご飯も作って、あ、スタッフじゃないですね。そうですね。あのお客さんですか。いや、1ヶ月に1回ここで、はい、あの料理を作らせてもらっている。シェフ、シェフですね。いや、シェフではないんですけど、はい、食のワークショップとかそういうことを、企画したりもするんですけど、はい、なんかちょっとここで、あんまり普段、まあ、ここに暮らしてるような人が食べないようなお料理をこう、出したら面白いかなと思って。あ、なるほど。ちょっとなんかヘルシーな感じの料理ですね。イタリアの家庭料理が、はいはい、結構興味が出てて、まあ、ずっといろいろ現地に行って、見てきたりとかして、へで、まあ、もちろんなんか野菜とかはそのも違うんですけど、はいはいはい、ただなんかそのイタリアってすごいそのまあ、日本もそうですけどね。はいはいはい、こうまあそんな手の込んだことはしないんだけど、こう時間をかけてゆっくり加熱したりすることで、まあ結構素朴な素材で美味しいものを作るみたいな、なるほど、そういうような考え方があるので、へえ、なんかここにあるものを使って、まあ、ちょっと長めにねこう火を通したりとかしながらちょっと。ちょっと普段は食べないような感じのものとかを作ったら面白いかな。あ、すごい。あとは絶対美味しいですよ。お米を使ったリゾットを毎回出してるんですよ。はいはいはい、あの古いお米、なんか寄付してもらったお米とかなかなかそのままで食べにくい、はいはい、白米のご飯として食べにくいやつを、はい、こうそのイタリアのそのリゾットっていう作り方、ご飯の炊き方で、まあ、スープで炊くことで、はい、で、まあ、それもおかゆとかおじやじゃなくて、まあ、リゾットを作るっていうのが、まあ、ちょっと面白いかなと思って。なるほどなるほど、はい、毎週それが定番でいろんな野菜をこう入れて、すごいね、いろいろ工夫されてますね。そうですね、うん、すごい、なるほど、ありがとうございます。はい、すごい。じゃあ今日のもう担当シェフですね。はい、そしてここはコモンエリアかな。コモンエリアですね。テラス席とお庭ですね。テラス席と、あ、庭ですね、うん、じゃあここはなんかゲストの人が泊まって、みんなでお昼ご飯を食べたり夜ご飯を一緒に食べたりしていて、はいはい、あとは来た方がカフェのスペースとしてここでお茶したりとか、はいはいはい、庭を見たりとか、そういうスペースです。へえ、すごい、なんか大阪じゃないみたいです。よく言われます本当に、うん、なんか結構海外の田舎のホステルだと、うんうん、
こういうの結構あるんですけど、うん、よく言われますよ皆さん、うん、アジアのねお口だから、はいはいはい、とか言われますね。そうそうそう、あのバナナの木とかイチジクの木とかいろんな木ができていて、そのバナナの木もあるんですか。あります、左の方ですね。あれかな、あれかな、そうです。へえ、目の前に割とあるのがイチジクの木ですね、はい、イチジクの木もあるんですね、うん、季節になったらたくさんできるので取って食べたりジャムにしたりしてます。バナナも美味しくなりますか。バナナはね、実はならないんですって、まだ、はいはい、あと何年かかるか、できるのかできないのか、はいはいはい、木自体は大きいんですけど、あとはさくらんぼとか、はい、ぶどうとか何でも、何でもありますね。結構いろいろありますよ。で、一番奥に井戸もあります。そう、あーそうですね、井戸さっき見せてもらいました、うんうんうん、ちょっとまた行きたいですって。そう、え、今ここに働いているんですか。私は2ヶ月目なのでまだそこまで詳しくないですけど、へー、働いてます。なんかここに最初お客さんで来て、うん、そうですそうです、みたいな感じですか、うん、5年ぐらい前にお客さんとして来て、はい、その前にここが出してる本を読んで、はいはいはい、あの場所を開くことを、はいはい、あのずっと考えていたので面白そうだなと思って泊まりに来て、うん、はい、年に1回くらい泊まりに来ていて、はいはい、東京に住んでたんですけど、あーそうなんですね、やっぱここが今まで見た中で一番面白いなと思って思い切って移住してきました。あ、そうなんですね、はい、すごい、それは大きい決断ですね。そうですなんか、うん、僕もだから今だから YouTube も今撮ってるんですけど、うんうん、やっぱ本当にこんなホステルが日本にあるのかっていうふうに思って、うん、ホステル、まあやっぱ釜ヶ崎芸術大学っていうことをやっている場所でもあれば、はいはい、場所を開き続けているっていうのがすごく私には魅力的で、うん、その、ね、今はちょっといないですけど、その近所のおじさんたちも毎日顔を出してくれたり、はい、うん、そうですね、お兄さんみたいな旅行者さんとお話ししたり、はいはい、なんかこう人が交差点みたいにこう出会える場所だなと思っていて、私はここがとても好きです。すごいですよでもなんかこう全部ありますね、なんかお店があってカフェがあって、うんうんうん、なんかレストランみたいなこともあったり、そうですね、こう公園もあるし畑もあるしみたいな、なんかこうで、ここはすごく店員さんが誰でスタッフが誰でっていうのが一見すると分かりにくいのは、やっぱみんなでいろんなことを一緒にやるとこうね、連帯感と仲良くなれるとかコミュニケーションの方法になるじゃないですか。そうですね、言葉が下手な人でも一緒に色塗ったりするだけで楽しかったりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのが結構ね、あのイベントじゃなくても日々あるんですよ、ね、日常でそういうのがあるのはね、うん、すごい魅力的、すごく面白くて取れました。私は、僕も今すごく刺激をもらってますすごい、楽しんでください。ありがとうございます。でちょっと庭を見させてもらいます。はい、すごい、はい、でここが庭ですね。なんかさっきも言っていたんですけど、あれはあれがバナナの木ですね。あれ、あでもすごいね、ミントとかモヒート用のミントもありますね。へえ、すごいね、え、なんか大阪の真ん中ですよ皆さん、大阪の街の中にこんなあのいろいろなはいものがあるのはちょっとびっくりしますね。すごいな。はい、そしてなんかここはここのスタッフの人がみんなで手で掘った井戸です。はい、この井戸を使って、まあここの周りの草や木に水をあげているみたいです。すごいですよね、手で掘ったんですよ、手でね。今みんな機械を使って掘るけど5メートルぐらい深いみたいです。まあ、すごい、外にもテラスがあって、わあすごい、ここもなんかアートがすごいですね。はい、ちょっとだからまあ、日本にもこういう場所が
あるんだと思ってちょっとびっくりしましたね。はい、とても刺激的で楽しいです。よし、さあちょっとせっかくなので部屋の中にも行きましょうか。どこですか？浜辺先だよ。なんで、まあ、2人でちょっとにしていくらぐらいまでに。はい、ごめんなさい。1月ですよ。はい、ではここに入ります。ここからは、ゲストの人だけ入ります。さっきのところはなんか地元のおじいちゃんやおばちゃんも来て話したりご飯を食べたりしているみたいです。そしてまあなんか今日は今おにぎりを作っていて、そのおにぎりをホームレスの人に、配るプロジェクトをしているみたいです。まあ、この周りはちょっとホームレスの人も、まあ、たくさんいて、はい、その、ね、人たちを助けるためにそういう、まあ、おにぎりを配ったりするこのプロジェクトは本当にいいですよね。素晴らしいと思います。ここは洗面所とシャワーですね。うん、シャワーとトイレがあります。ここは私の部屋じゃないですけど、でも階段にもいろいろな、もう本当に地元の人の写真がたくさんあって、すごいいいですよね。うん、なんかちょっと大阪の中でもちょっと雰囲気も違って、なんか、うん、すごい楽しいですね。はい、ありがとうございます。そう、では部屋に行きましょう。あ、そう、これは今日泊まる部屋はここです。これが今日泊まる部屋です。わあ、ね、すごい。あ、すいません。ありがとうございます。下しか使われないっていうことだったんで、はい、ちょっとこの手前の上のところがまあ中途半端。あ、もう全然いいでしょ。大丈夫です、大丈夫です、うん、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、すいません。よーし、さっきトイレに入ったんですけど、ここのトイレすごい面白い。なんかトイレの中に、トイレの中にたくさん本があります。でも全部うんこうんちについての本がたくさんあります。でも面白いですよねすごい、だから本当にクリエイティブな、はい、空間ですね。うん、なんかここのエリアは本当にみんな、なんだろうな、ちょっと自分なんて言うんですかね、自分を持っていて、みんな自分の、まあ、好きなことをして、あまりその日本人の方にはまらないで生きているので、本当になんかクリエイティブな人がたくさんいるのかなと思いました。どうですかね。でも本当にちょっとたくさん刺激をもらいましたね。はい、いや素晴らしい。さあちょっと、花屋さんと相談するわ、はい、ね、そうしましょう。さあ、そうですね、こんな感じです。皆さん今、はい、こんな感じですね。あれ、ここは奥は
奥はなんか本屋さんみたいな、なんか本屋、図書室です。図書室ですか。はい、でそこはブックカフェになってるんですよ。ああ、なるほど。じゃあここでコーヒーを飲みながら本を読める。そうで、一日店長っていうシステムがあって、はいはい、誰でも一日店長になれるんですけど、はいはい、お客さんもなれるんだけど。あ、そうなんですか。はい、でここに来たお客さんと、はいはい、まあ、そこに座って本とかの話をして、最後に、はい、そこにある本の中から一冊選んで差し上げるっていうことでやってる。いろいろ、そうなんですね。はいはい、すごい。一個一個にちょっとした仕掛けが。本当ですね。じゃあそこのカフェで本を読んで本について話して、その本をなんかその本がプレゼントでもらえるんですか。そう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 。まあ、その本かどうか、店長が選んだ本ですね。なるほどなるほど。店長のおすすめの本みたいな。はいはい、みたいな感じ。まあ、この本欲しいっつったらあげるんですけど別に。なるほど。そうです。面白いみたいです。そう、なんかだからここで本を借りてコーヒーを飲みながら読んで、はい、その日の店長が選んでくれた本をもらうことができるみたいですね。すごい面白いシステムです。はいはい、皆さんどうでしたか。いや本当に多分日本で泊まったホステルの中で多分一番ユニークで一番面白かったと思います。うん、はい、なんかね、このコミュニティはいいですね。なんかもうさっきのあの人も言っていたんですけど、もうこのアートがこのコミュニティのまあが全部アートだと言っていたので、はい、本当にそうだなと思いました。なんかここに町にこの町に住んでいる人や、お客さんも、はい、みんなが作っているアートらしいです。はい。いや、今日はじゃあここのホステルゲストハウスを楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さんまた次の動画で会いましょう。じゃあまたね。バイバイ。